どうも皆さんこんにちは、ダッチョブーブです。どいどい、久しぶりの期間です。あの2月はクソ忙しかったので、その復活するとか言っときながら、ほぼ復活せずにその終えてしまったんですけど、まあちょっと今から復活します。多分ちょっと回数増やしていきたいなと思ってる。今回はですね、まあこのガンファイリモンっていうめちゃくちゃ面白いゲームをそのめちゃくちゃやり込んだので、どっかの人生のタイミングで、なのでまあこれをやりたいなと思ってます。はい、まあおもろいっすよこのゲームは。おもろいんですけど、なんか面白さは見た目でしかわからないんで、まあやっていきたいと思います。今回使っていくキャラはこのオボイっていう、なんかあのこのゲームで一番あのバカなキャラなんで、まあそれでも楽しいよって話です。はい、あ、疲れました。だいぶ、その、2月中ね、予定がめちゃくちゃ詰まってたんで、死ぬほど疲弊してたんですけど。あ、そんな、ねえじゃねえかよ。ちょっと一回旅館に戻って。今回はですね、この、霊守りっていう、その、ゲームの開始の時点で持てるなんか特殊能力みたいなやつを、あの引こうと思ったんですけど、何回引き直ししても出なかったんで、もう一回やり直します。このゲーム、この霊守りってのがその高難易度だと重要で、まあこの決め打ちっていうのが覚えの中で一番バカなものですね。なんで使っていきたいと思います。ね、覚えはあの通常のね、通常というかあのスキルで手榴弾が投げれるんですけど、この決め打ちってやつを使うとあのすげえバカなものが見れます。これがめちゃくちゃ楽しいです。本来は1個しか投げれないんですけど、決め打ちってやつを使うとあの 40% ぐらいの確率でこんなバカみたいに一気に大量に投げるっていう、なんかいろいろ終わってるその絵面が作り出せません。まあ一応最高難易度で、でこれ本来4人プレイが前提みたいな、前提ではないんですけど、あの4人までプレイすることができて、人数が増えると人数が増えるとあの難易度が上がっていくシステムを使ってるんですけど、あの今回はそのシステムの中で、まあ、4人分のね敵を相手にしながら、このドラゴンオボイって私が名付けたあのものを作っていきたいと思います。で今回はね、このアセンションってやつを選択しなきゃいけないんですけど、あのステージを1個クリアするごとに、そう今回いいの引いてないんでめちゃくちゃ悲しいです。一切いいの引いてない、なんなら悪いぐらい、運が悪いですねって言っても過言ではないぐらい。まあ本来はこの手榴弾をね基軸に使っていくつもりなので、まあ、この手榴弾およびサブスキルの威力を上げていくのが目的なんですけど、あ、変更シールドいらない、もらいます。まあこれがスクロールって言って、こんな感じでね、持ってると自分自らに特殊な効果を及ぼすことができるもので、まあ楽しいっす。まあ、なんか見て感じてください。なんかあんま理論的なことはしたくない今回は。ちょっとそんな説明ができるほど体にエネルギーが残ってないんで。ラストダブルスター弱い。弱くはないけど、このキャラだとそんなに。このキャラはね、そのさっき言ったこの手榴弾のスキル以外にもこの二丁拳銃ってスキルがあって、まあ、強いです。まあこういうゲームはね、1回だけなら復活できるんで。まあ。今みたいなボンミスもね、もうできなくなりました。終わりです。そう、忘れてたんですけど、私変更シールド持ってるんで、めちゃくちゃ敵に近づくとダメージ2倍になったりするんですよね。なんで、できるだけ距離を取るべきなんですけど、完全に忘れてました。何も考えてない証拠ですね、これが。これがそのスクロールってやつの効果です。ただ、あまりにもその、あ、いいね、3度目の不正直。このゲーム、呪いスクロールってのが結構私強いと思ってる人で、呪いスクロールを使って自分を強化したりできるんで、呪いスクロールっていうのはそのスクロールの中で、なんか、俺たちに悪い強化を、評価、効果を及ぼす悪いスクロール。あ、なんでこんなに運が悪いの。ちょっと爆弾魔取ります。威力を上げていかないと。足りなくなっちゃうんで、敵を殺すイコール敵が撃ってこないなんで、何事も先制攻撃なんですよね。なんでその
喧嘩とかでも何でも戦争でも仕掛けたやつの方が偉いというか強いんですけど、この発言は絶対しなかった方がいい。まあ、こんな狭い状況でもね、変更シールドがあれば距離を取ればね、ほとんどダメージを食らわないので、でもやっぱりいまいちまだ威力がやばくないんですね。もっと威力上がっていくんですけど、実は私も復活剣を使ってるんで、次死んだら終わりですね、本当に。言われた。よし、ここにこのペトラっていうのはショップみたいなもんで、なんかまああのこういう時でスクロールとか買っとくと、ここで買ったスクロールはこの後二度と出ないんで、いらないやつでも買っとくと便利かなってやつ。本来はね、こうやって銃を撃って僕の考える最強の銃を作るゲームではあるんですけど、私がちょっとあのこのゲームをまともにプレイするのが好きではないので、こんな感じでスキルばっかな使ってプレイしますいつも。本来もっと銃とか撃ったりして楽しむゲームなんですけどね、なんかおかしいですね。そうこうしてたらサブスキルの使用回数が、どうしようかな、こういう感じにしとくと、まあ、武器を選んだりして楽しいよっていうのもある。あ、グレネードのダメージプラス100%、こういうのが欲しいんですよね、こういうのが。要はもう私の今のねやろうとしてる作戦はビルドっていうんですけど、ビルドは手榴弾にね、あこれも強い、手榴弾を持つってことにあまりにも手榴弾のダメージにあまりにも耐えきりなので、このグレネードのダメージプラス100を引くだけでいろんなことが楽になるんですよね。文字通り2倍になるってことは、まあもう本当に文字通り2倍なんで、よくあるその攻撃力が3上がったとかそういうのではなくて、もう本当に2倍。なんだかまあこんな削れ方ができて、ちょっと中ボスみたいなのもなんか気づいたら死んでるみたいな動きができるんですよね。面白いですよね、器用な手。弾初期しなくなるやつだ。弾が少ないビルだったら強いかな。あ、重量級マジさんだ。こういうね、スキルダメージっていうのもいいです。この手榴弾はスキル扱いなんで、なんかグレネードはスキル扱いなんで、HP が5個あるごとに、そのダメージが上がっていくのは、まあ、すごくラッキーというか、使いやすいというか、最高。そう。本来はもう、こんなゲームではないんですけどね、その、あまりにも制作陣が、強すぎるものとかそういうものをちゃんと放置してプレイヤーにその自由に使わせる方針なので、このゲームのクリエイターは、ね、あまりにもその僕のやりたいバカバカしいことがいくらでもできてしまうという、割と運も関わるんですけど、変更シールのおかげであんまりその実質的なダメージの方もあまり受けてないので、一応かなり運はいい感じ。お、宝庫に入る。おもつこです。そう、なんでシルダン使ってないかっていうと、なんででしょうね。使った方がいい。なんか武器を使わなきゃいけないルールとか別にないんだこのゲーム。あまりにも絵面がバカ。このゲームガンファイリモンって名前がついてるんですけど、銃使わないし、銃いらないし、銃使ってるのはちょっと弱い人なんで、
強いやつとかタフなやつは銃使わないんで。お、エリートアサシン。いいっすね。このエリートアサシンっていうのは、なんかさっき言った中ボスみたいなの倒すと、ダメージが 10% ずつ上がってくっていう、なんかもう、本当になんか、え、これ序盤に拾ったらめちゃくちゃ後半なんかダメージ5倍とかになるんじゃないですかってことに関して全く考えてないアイテムです。うん。まあ、結構アホです。あれ？そうだ、入ってない。ほら、敵のエレメンタル効果がの種類が多いほど、火ダメージが少なくなるってやつも、私はエレメンタル属性を使わないんで、なぜなら、この、これなんで。なので、まあ、あんまり、辛くない、その、特殊ルールというか、縛りというか。部屋によって、なんか、そういう感じで、この部屋はこういうルールで動いてますよってのあったりする。あ、グレネードたち、来ました、これ。しかもこれね、投げた時にグレネード消費しないっていう、確率で消費しないっていう、あれがついてるんですけど、これが何を意味するかっていうと、もう、なんか、投げ放題。知るな、結構。投げれる量が実質2倍、3倍に増えるんで、数に制限があるアイテムも、実質無限みたいな使い方ができる。ペトラ、秘密箱。これ怖いけど、どうしよう。いや、取らない。あ、肉まん。肉まん1ミリいらないけど取る。武器ダメージまたはスキルダメージを与えすぎると与えたダメージは徐々に減少する。他の種類のダメージを与えるとこの効果はなくなる。いやー、嫌なあれが来ましたね。このキャラあまりにもグレネードダメージに頼ってるんで。そう、こんな感じで銃ではこんなこれしかダメージ与えられないんですけど。あ、死ぬ。危ね。手榴弾だと思う。こんな。こんな感じでダメージが出るんで、なんかもう、なんか、銃を使うのがもったいないというか、銃のこのモーションですらもったいないという。あ、これ玉石混合はですね、強いんですけど、あ、どうしよう、これ取ろうかな。俺の持ってるアセンションは、これか。こいつ使う、2分の1の確率で天国を見て、2分の1の確率でちょっと悲しくなる。グレネードタチンが取られた。あんまり良くない。いらないスクロールが5つ。贅沢な初期、あ、これは強い。スキルダメージ上がるから、全ダメージ上がるんで。羽の使い道が出ましたね。このキャラ、このキャラというか、いらない。これ拾ってから拾えばよかったかも。いや、これでいいや、これ。まあ、こんな感じでね、欲しいアセンションが取られたときはとても悲しい。けど、今めちゃくちゃいいスクロールをゲットしたんで、金がなくなる代わりに、金がなくなる代わりに、どん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 ダメージが上がっていくっていう自分の、割と最高な量を手に入れたんで。延長拳銃を使っていない間、武器ダメージ、スキルダメージ、火ダメージ、HP 毎秒3パー回復。あ、まあまあ、これもまあ、なしではない。延長拳銃を使わない時間が私あるんでね、その時間の間、基本損しないってことは非常に喜ばしいこと。そう、二強拳銃を使うだけでめちゃくちゃいろいろボーナスが入るのが本来のこのキャラの使い道なんですけど、手榴弾の場合あんまりそれがいらないというか、最悪使わなくてもいい感じですよね。これよいしょ。あー、いらないね。アンダースクリーン、あー、いらないね。あ、でも命中されるかダメージを受けるかか。これもらいます。1秒最大1回なんで、私にね、親切攻撃を当てようなどという、なんだろう、無礼者がいたら、そいつはなんかビリビリを食らうはず。本来はあれはシールドが割れたらとかいう、割とシビアな条件を元にしてるから、普通に使うのはあまり得じゃないんだけど、今回の場合はそれは違うもん。ダメージ受けるだけで発動するから。そう、こんな感じでね、いろいろ文字を読む必要はあるけど、なんか、やってることは、その、これっていう、なんか。痛い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 、まずいまずい。あ、死んだ、死んだ。死んでない、死んでない、死んでない、死んでない。よし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 。ちょっと待って。よし、生きてる。もう、投げる。とりあえず投げる。とりあえず投げて、全部壊す。よし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 。あ。死んと思った。
オカルトスクロールを売ることができる。あ、でもこれ実質ダメージが 2% 上がるってことだから、いらないスクロール売ってもいいんだよな。弾薬回収いらないや。あ、こっちもいい。こっちもエレメンタルキューブいらない。これで金がもらえるから 2% 上がると。贅沢な消費です。最高。あー嫌だね。これ危機一髪は強いかも。危機一髪を持つと、ここだな。これを持つとめっちゃ致命的なダメージを受けてもちょっとか、あの復活する時間を与えられるので、こんな感じで、ほとんど HP に頼ってて、変更シールドとかいう割とそのモロバの剣、モロハの剣を使ってるようなあれだと、割と安全策として有効なあれではある。 OKOK 問題なしやね。かなり美味しい。いけるか。呪いスクロールをゲット。322を渡す。普通パックをゲット。普通パックっていうのはまああれだね、金をもらえ、適当なスクロールもらえるやつだね。今回は命恩人ってやつを手に入れたから、まあさっき言った通り HP が急にゼロになるような失敗を一回防ぐことができる。まあ一回死にかけても大丈夫だったよね。どこだ。宝物庫を今回見つけない気がする。宝物庫っていうのはさっきからある壁にある光を映ってるやつ。あれを打つとなんか追加ステージ、隠しステージみたいなのに行けて、そこでスクロールが1個もらえたりするから、まあ便利ってやつやね。便利、なんかお得だから取り損ねない方がいいやつ。ここにショップがあるんで寄ります。あ、磁気コイル、これね弱くはないけど、なんか地味に役に立つそのやつ。自分の周りにねビリビリを発生させてくれて、さっきの要はダメージ受けるとビリビリとは違う、なんかでかい範囲のビリビリを発生させてくれるおかげで、まあみんな電気属性になるから、シールドとか青い HP のやつらいるじゃん。HP に青いのがついてるやつらにちょっと有効になったりする。そんな少しだけだよね。よし、こういう時に2丁とも同じ銃にしたくなったのは多分アスペが出てるけど、別にそれはそれで構わないんだよね。だって銃使わないもん。やっぱり自分のね生き方を模索するゲームですよこれは。哲学ってやつです。哲学をあまりにも軽く見てる気がするけど、まあ哲学ってやつです。どうしよう、全部いらない。一番左かな。いやーなんか今回アセンションの運があんまり良くない。本来はグレネードをもっと強化するっていうのがあれだけど、ちょっとスクロールの運がいいおかげか今ダメージ足りてるけど、ここからダメージ足りなくなるかもしれない。いいね。よしよし、もっと本来はここら辺でダメージを出してきたけど、あんまりダメージが出ない。危機感をちょっと覚えるレベルには。何だろう、爆発するとこだった。危ねえ。うん、これはね、いろんな魅力的な銃が落ちてはいるんですけど、使いません。今回はいりません。絶対に。あ、不意打ち、でかい。これはもう、体力がでかいやつにね、体力がでかいやつにめちゃくちゃ有効なスキル。ダメージを受けてないやつにスキルダメージが 45% 上がるから、要は、戦闘の初撃で相手が死ぬ確率がめちゃくちゃ増えるってことだから、
まあ最強よし。エスラがもうなんかバカすぎて、二重のサプライズとかいうスクロールを探してたりします。やばいな、もう。あ、し、待て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 、ちょっと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 、待て、ちょっと、待て、行って、ちょっと待て、ちょっと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 、体力がね、これ40しかないという、割とやべえ状況になってますね。やべえ状況になってますね。よしよしよし、回復してきた。オッケー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 。このゲーム、本来はこの段階で、オボイ君はもっと硬くて、敵は失敗死んでるはずなんですけど、アセンションの運が悪すぎて、あまりダメージ系とか生命力維持系を取ってないんで、この段階でも結構まだ危機感が強い。で、危機感が強いとか言っておけないから、武器を物色してる俺は何なんだっていう。お、おもつこだ。いいね。いや、あいつには構わん。あ、これか。ダメージ足りるかな。これは期間、時間内にこいつを殺す、こいつを殺すってやつなんだけど、いや、全然時間足りたわ。全然時間足りたわ。合理的な運、意味ないやつ。意味ないやつ。なんで？何時からいらないのばっかくんの？おかしいでしょう。さっきからね、私のやろうとしてることにね、反旗を翻すようなね、ものしか出てきません。これはゲームにね、からかわれてます、私。レッツゴー。エリートモンスターの大群が出現した。やったー。そう、これいいことがですね、このエリートアサシンのね、数がたまるんですよ。あれ、おっと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 、ちょっと待ってね。よし、危ね。あ、終わった。ちょっと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 、死んでけ。集団が足りてない。あ、でもでも生きて帰れた、生きて帰れたってことは時間稼げる、時間稼げる。あ、全然死なない。待って、まずいかも。俺もこんなとこで負けるのか。俺はこんなとこで負けるのか。普通に負けたくない。頼む。おら、よし、頼む。モノカルチャー経済パワー、よし。うん、たった一つのソースに、ダメージソースに耐える男だ俺は。やばい、死ぬ。頼む。モノカルチャー経済男、死なねえんだけど。頼む。なんだよ、まるでまるでモノカルチャー経済は悪だって言われてるようなもんじゃないか。これは一つのことに特化した方が強いんだ。石油価格が下がったって何の問題もないんだ。うるさい、うるさい。やっぱこの距離で殴るのが一番いい気がしてた。全然死なない。ああ、本来はもっとダメージが出てるはずなのに。
いてちょっちょっ危ねえ危ねえ命の恩人を使ってしまった。でもあまり良くない。本来はもっと長持ちするのに。ひどい。何もない。な、手榴弾のダメージを上げれない。生命力を上げるべきかもしれない。もう、これもういっそのこと死にかけることを前提に戦うべきかもしれない。さっきは、いやー、なんか、運があまりにも悪すぎる。ここ頼む、ここの金尺でいいの出ないと俺はちょっと普通に死んでるかもしれない。頼む、いいの来い、いいの来い、いいの来い。あー、よかった。やっと来てくれた。グレネード達人。よし。これでちょっとはマシな感じになるかも。まあまあ、ダメージ 73% 上がってて、70% 上がってて、武器ダメージも一応上がってはいるんで。あ、両方いらない。あ、悪を消す守り。強い。集積。修羅ダメだ。感じ弱すぎる。行くぞーボス。今回もね、瞬殺できたらいいですね。まあ、瞬殺とまではいかなかったけど、本来はもっと早く死んでますよ、これ。でもまあ、グレネード達人のおかげでね、ダメージ上がってるんで、まあ余裕ということで。いやー、これこそやはり、ガンファイリボンの真骨頂って感じがします。お前なんだ。残忍な手袋。これでさらにダメージがね、グレネードのダメージが 35% 上がりました。最強です。石化金。これも強い。これのおかげで変更シールドのね、デメリットが結構、ダブルブラスト。これをずっと待ってた。グレネード1個の消費で2個投げれるってことは、今回の決め打ちでね、残りのグレ爆発グレネードを全て投げ、かつ回数を消費しないってやつで、16でしょ。16ってことは、合計で32個1回グレネードを投げるボタンを押すだけで投げます。エレメンタル効果を与えると、全部いらない。全部俺に関係ない。なんでだよ。クールダウン下げるために使うわ。二丁拳銃に入るとですね、硬くなるんでね。まあまあ、隙を減らすと言いながら。いやー、もったいねー。本来はもっと有効活用できるものがあるけど、ほら見て、6万とかいってるね、ダメージがもう。美しいね。ビューティフル。あー、美しい。バカな絵面がどんどん強くなってくる。はい。あ、落ちた。こういうところでね、忘れちゃいけない。陽気変。このね、投げ方がね、なんかベジータが気弾投げてるみたいですごい好き。ダダ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 ってあのグミ打ちするやつ。大概グミ打ちで煙が立ってからのあの敗北がおなが流れみたいなものある。そのドラゴンボールでベジータがやりがち。ドラゴンボールが好きで好きなのはベジータの方がやっぱずっと力技なんだよな。最大 HP30 増加。これでね、さらに強い。で、あーやばい、呪いスクロールを手に入れてしまった。射撃時のマガジンの弾を1つ失うのとダメージ1しか入んないってやつ、まあ本来は痛いんですけど、そもそもグレネードしか使ってないんで効果ないし、なんなら悪を消すお守りとかいう全ての呪いスクロールに対する耐性を獲得するってやつで、まあ実質なんか合ってないようなもんだから、よかったー。何をしてるんだ私は。ああ、なんでこんなひどい目に。ああ、ひどい。これマジで危険ですよ、犯罪的。今回あれだっけ、行ったっけ、おもつこ。行ってない気がする。探しに戻っても良い。二丁拳銃の発動回数がね、
全体的に増えるので、真ん中の緑のやつを取って、二丁拳銃の発動の時の保身を増やして死ににくくするのは死ににくくするのは割とあり。結局このゲームもね、いかに安全策をね、取りながら計画していくかってんで成り立ってるから、そういう意味だとやっぱりリスク管理をしっかりしていくってのが、やっぱこういうローグライクっていうタイプのゲームだったら楽しいけど、多分取ったかもしれない。まずい、おもつこね、結構忘れちゃうんだよな俺。まあ、いや取ったってことにしとこう。やっぱりね、敵が一瞬で死ぬようになると、なんか歩いてるだけでなんか世界滅亡みたいな感じになるんでね。そのまあなんかこういう、そのなんか銃を撃つゲームでアルゲマジキ戦法をね、使うのが楽しくてしょうがない。このゲーム安いんで3000円ぐらいだし、容量もね2ギガぐらいで割とどんな PC でも動くので、まああんまり PC のスペックに自信がないけど面白そうだ PC ゲームやりてーってなってる、その PC ロースペおじさんたちにはかなりおすすめです。私も PC のスペックはそこそこなんで、マジ神スペックだぜイエーっていうわけではないから。ガレリアで買ったやつだから楽しいよ、楽だった。初期不良の対応がしっかりしてて嬉しかったよガレリアは。でも別にスポンサーじゃないよ、なんなら知識ある人は別にガレリアで買わなくていい気がする。ただそう、じゃあガレリア買わない方がいいぜ悪いぜっていうわけではないし、かなり私はガレリアにお世話になってるし、メンテナンスとかがめんどくさくて、やっぱりセットアップがめんどくさかったからガレリアで安定した性能と、やっぱりやっぱり組み立てとかをねやってくれるので、まあ、便利っちゃ便利。変更シールド持ってる時にベテラン引くか、いやまあでもいらないんだよね別に。命中されると、あこれおいしい、これおいしい、これはいらないからヘビーシールド取ろうかな。命中されるとねダメ、移動速度がちょっと下がるけど、私のキャラはね今移動速度をそもそもあまり求めてないし、なんなら突っ立ってるだけで全ダメージしっかり食らえるようなキャラにしていきたいから、まあ、殴っても殴っても死なないみたいな。やっぱ素早さで振るっていうのはアホがやることで、結局食らっても死なないっていうのが一番偉いっていう、ね、世界の鉄則ですよ。こうして体感巨峰主義になって、まあ、その戦争でどんどん兵器や拡張競争、軍拡競争になって、で世界が終わってっていうので始まっていくのが結構なディストピア小説のね、テンプレートみたいなとこありますよね。やっぱ一回文明を滅ぼしちゃった方が自分にとって都合のいい世界を書きやすいから、まあ、そういう意味だとディストピア小説って割と書く難易度自体はそんなに高くないのかもしれないけど、なんかディストピア小説の中で飯がまずいの私ちょっと嫌いで、なんでかっていうと普通に飯ってあまりにも人間の根幹にあるものだと思ってるから、飯がまずいとめちゃくちゃモチベ下がったりするから、俺食道楽だから。だからディストピア飯がまずいってことはもう確実にもうそれはもうなんかめちゃくちゃ反乱が起きてしかるべき要素であ あると思うんだよ。その寝る場所が確保できないとかそういうのに似てる。だからそういう意味でその反乱がその要は起きないとか、それの生活にその要は適合してない感じ、なんか言語化が難しいな。まあ、要はディストピア飯でカロリーメイトの形したまずいやつ、カロリーメイトはめちゃくちゃうまいけど、カロリーメイトの形をしたまずいやつをよく出してくる系の、なんかあんまり考えてないディストピア小説はそんなに好きじゃないけど、それでもマトリックスは面白いからみんな映画のマトリックスは見るべきだと思う。ちなみに俺はキアヌ・リーブズは髪の毛短くした方がいいと思う。なぜならネオの方が絶対似合うから。髪長キアヌはそんなにかっこいいと思わない。あー死ぬ、ほら、おい、痛い、やめる、本当にもう命がいくつあっても足りない。うるさいな、虚無僧。敵と距離を取らないとね、
変更シールドでワンパンされちゃうから体力250とか普通に与えてくるし、今一撃耐えれたのは完全にそのさっき言った HP25% のダメージを受けると 1秒ぐらい無敵時間もらえる、なんかあれのおかげだから、一度で死ななくしてくれてるおかげで死んでないだけだから、正直結構危ない橋を渡ってるっちゃ渡ってる。見てほら、エリートアサシンを序盤のうちに拾ったおかげでエリートを 殺した数だけで与えるダメージが2倍近くなってる。普通に歩いてるだけなのに。エリートモンスターの大群なんてラッキー。ここでエリートモンスターの大群を殺すとエリートに対するダメージがさらに上がって、エリートに対するじゃない、全体のダメージがさらに上がって、はい、こんなに火力が出てない。俺にもっとダメージをくれ、ダメージをくれ、オラにパワーをくれ、オラ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 、痛い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 。だからそういうの良くないと思うね。ほらあまりにもモロハの剣、モロハの剣をやるにはあまりにも敵が硬すぎる。全部外してる。よし、ちゃんと当てれば死んだっぽいな。単純に俺の意味が悪いってことじゃないかよ。あ、スクロールエレメンタルパワーいらねえ。待って、金尺を拾う前に伝説のオカルトスクロールをランダムに一ついただきます。あ、いらな。あれ、ライトレスシールドってどんなんだっけ。あー、これ強い、これ強いわ。ごめん、いらないとか言っちゃったわ。これはどんなダメージもね、すべてのダメージを3回だけ受けなくなるっていうのをねやるんで、まあこんな感じで HP がちょっと怖い人には向いてるやつで、生存本能しかないな、これ。あまりにも運が悪すぎる、運が悪いね。でもエリートが大量に出たおかげで、およそ 2.5 倍のダメージを与えます。俺は 2.4 かな、もう正確に言うんだったら。ダメ、与えるダメージがどんどん上がってってるけど、肝心のスキルが取れてないから結構腐ってる。よくない。こういうね、いらないスクロールをこういうところで買っとくと、まあ便利。宝庫見て。宝庫は？これはエリートと戦える宝庫。ラッキー。これで、まあこのエリートを制覇すれば、エリートアサシンでプラス 150% と。賢いね。賢くないね。全く賢くないね。うん、悪いな。あんましよくない。もっといい金尺を拾うべき俺は。どうだ。あ、びっくりした。近づくな。近づいたら俺は死ぬかもしれない。普通に。まあまあまあ、運が良かったり悪かったりするのが、まあローグライクのね、楽しいところではある。え？あ、今、虚無層飛んでたのか。リューロブスター。このゲーム翻訳が面白いんで、なんかおすすめ。これでさらに俺は強くなる。もっと、もっと力が欲しい。全ダメージプラス 120% 持ってると。この時点でね、3倍もダメージ与えるのに、硬すぎ、4人分。4人ほどの難易度って書いてある通り、私は今1人でね、4人分の体力と敵の強さを相手にしてるんで、あ、狭い奴隷欲しい。これも強いね。ダメージ受けたらなんかしばらく、あれ。ダメージが上がるよ。スキルダメージとか、敵のダメージとか。もうボスまで来ちゃったー。あんまり強いあれを持ってない、金尺を。ラスボスがちゃんと相手できるかどうかちょっと不安がある。安全対策。あ、これ欲しいね。まあまあ。よしよしよし。
このこれはね、まあボスなんでね、こんな感じでギミックがあるってある。さっきまでのボスはね、一切ギミックがないまま、これボール、ドラゴンボールのね、キランを投げてるだけでね、敵は死んでったんですけど、今回のボスはね、ちょっと芸があるので、ギミックは一応あります。よし、第2形態。よし、ここで無敵時間と。こういうね、ボスのね、無敵時間がそんなに好きじゃない人で、やるんだったら一回バーってやって爽快感を持って殺したい。殺したい。無敵時間はある程度用意してもいいけど、要は、ダメージで当てるのだがでかすぎるとつまんないから、せめて、その、無敵時間と無敵時間じゃない間のタイミングとか、その長さは短めにしてほしいっていうのが、願望としてはある。来い！よっしゃー！来ました。グレネード達人3です。これでグレネードのめちゃくちゃ強くなりました。エネルギーシールド、これでダメージがどんどん間に合っていく計算になる。これでお金もね、細かく回収してね、与えるダメージの最大値を上げてラスボスを倒しに行きます。今の時点で、まあこのゲーム開発途中なんでね、途中で究極がけだ、どうしよう。あ、エリートボスを倒すたびにラッキーショット、あーどうしよう。徹底理解で、徹底理解を取ると16あるから、特に10スタックになって、ラッキーショットとかのメインスキルとダッシュのクールダウンがマイナス60%っていう、バカなスピードでダッシュできるようになるようになるし、この究極崖っていうのを取ると、まあ要はこっから引くこのアセンションを振り直すことができる技能を手に入れるから、まあ、もっとグレネードを強くしたりできるけど、まあどうしようかな、どうしようかな。いや、究極崖ちょっと使うの怖いから、徹底理解にして、やっぱ二条拳銃のクールダウンのためだけに取ったこの技能をねちょっと消しながら、これのおかげでこのスピードでねシュンシュンできるし、まあ二条拳銃のね効果時間じゃないけど、クールダウンも実はこっちの方が早いので、これで二丁拳銃もいっぱい撃てるし、ダッシュもいっぱい撃てるようになったんで、まあ実質正当アップグレードですね。どうせ手榴弾投げる以外の戦い方しないんで、もうなんかもう敵なしです、敵なしです、敵いません。これがね、ガンファイリボンですよ。ガンファイリボンのガンは銃って意味なんですけど、銃使いません、いらねえ。敵に金色の弾をねぶつけてるだけでね死んでくんで、やっぱね爆発、そう、あの岡本太郎も言ってましたよ、あの芸術は爆発だって、まあ、私が今やってる行為はね非常に高水でな芸術と同義なんですよ。本当にこの絵面はね、いわば芸術、いくら投げてもなくならない。こういう時に二重のサプライズとかいうサブスキルの数を2つに増やしてやるぜみたいなやつを引いたりとか、この呪いスクロールを生かす悪事機か、今はこのゲーム昔の翻訳がだいぶ面白かったんでね、悪事機とかを持ってるともっと楽しいんだろうなと思ってプレイすることはしてるけど、まあ今は要はこのあなたたちが見てるのもね、まだドラゴンボーイの一部に過ぎない。手榴弾をこうやってこう手榴弾をこんな投げ方して、あれサブスキルボタンを押して敵を削除するゲームをしてるこのドラゴンオボイはね、まだあなたたちにとってはまだ片鱗でしかない。あ、エリートだ、もっとダメージくれよー。もっと本来はギミック的にダメージがバンバン出ます。あー、ひどいひどい、もうなんか絵面が終わってる。武器をくれ。こんな感じでね、どん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 ダメージを上げていく。さあ来い、アドレナリン2、これはね当たり、これで敵を殺したら敵とか障害物を壊してからじゃないけど、受けるダメージが 30% 下がるんで、
これのおかげで、まあ、死ににくくなる。で、このキャラは、今、俺が今一番このキャラで怖いのは、あの、敵が急に射程内に入ってワンパンして死亡だから、こういうアドレナリンでそのワンパンを防ぐことができるってことは非常に素晴らしい。単純にその、あれ、HP も回復してから、長期戦にも強くなる。まあそう、このアホなことをね、突破される危険性は常に眠ってはいるので。突破されて、はい、終了ってのは全然ありえるから。おっと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 。まあ、ここで石化スキンも持ってるから。まあ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 、かなり、防御という面では安泰に近いかもな。今いらないスクロール拾ったけど、残念。ダメージもね、どんどん意味わかんないことになってきて、手榴弾1個18万だから、それかける32。スキルも2つ打てんじゃん、俺。なんで？どっかで拾ったっけ？どっか。あ、欲しい、金が欲しい、金をよこせ、お前ら金をよこせ、絶対戻ってくる。次のでも伝説のオカルトスクロールだ、割と種類が少なくてきたなってきたから、次の伝説のオカルトスクロールは何になるんだろうと思って。最後まで行って金をきっちり貯めた後、ああひどい、もはやまともにゲームをプレイする気がない。まあ、宝物庫探しも兼ねて一回後ろに下がって。こうやって細かいところでね、ん？宝物庫忘れてねっていうのをね、防ぐ。これがね、いや、ガンファイリボンをやるときのコツですよ。コツもないんだよな、このゲーム。このゲームただバカなだけなんだよな、やってることが。ほい！高級会員！いや、いらないし。肉体改造と、果てしないと。残銀異物とか欲しかったな、正直。残銀異物っていうのは与えたダメージに応じて体力が回復するから、手榴弾を投げてるだけで死なない体になる。単純に強力。エリートモンスターの大群、まだ俺にダメージを与える。まだ俺にダメージを与える。まだ俺を強くする。まだ俺を強くする気か、お前ら。死ぬー。近づかないでくれ。近づかれたらですね、死んでしまうんです。私変更シールドを持っているんでねと思ったけど、だいぶまあ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 、ああひどい。まあ、後で全部拾おうとして、止まれ止まれ、あ、ほんとラッキー。よし、金弱月、さあ何が出るかな。あ、九死に一生を得るをコンプリートちょっとしたいけど、真ん中もあり、真ん中もあり、あーどうしよう。九死に一生を得るを取ってもいいし、爆破を取ってダメージを上げてもいいけど、九死に一生を得ます。こういう時にね、致命的な呪い取ります。これで致命的な呪いのおかげでね、さらに武器ダメージとスキルダメージが上がって、で最大 HP が75マイナスされる代わりにダメージが 75% 上がります。もうね、私を止めるものは何もない。私は究極の生命体に一歩一歩近づいているのだ。ちなみに私がちょっと欲しい4名猫はデュアルエッジとか残金異物がないとダメだ。売ってください、お願いします。ない、
まあ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 、この状態の覚えであればもう楽勝っすよ。余裕ってやつ。サンダープラス10、お前はプラス6、お前はプラス6、4か。いやー金が美味しい。まあ、さっき高級会員をゲットしたんですけど、まあ後でいいか。高級会員は使ったしコインの 30% が返ってくるから、要はこのコインを使うことでその総合ダメージがどんどん上がっていくやつと相性がいいので、いいね。今日まだほとんど死んでないかな。やっぱ敵が死ぬってことは私が死なないってことなんで、あ、いらないし、いらないけどいいや、取ろう。敵が死ぬってことは私が死なないってことなんで、どういうことかっていうと、まあ私は死なないんで勝てるってことですよね。おかげでね、エリートを24体も倒したおかげで、通常攻撃とかで当たるダメージがもうこの時点で 3.4 倍、それかける 1.78 倍、1.78 倍じゃない、ないな。いや、プラスだから 2.78 倍か。これ確か、乗算じゃなくて足し算だったから、いや、そうだった場合を考えても、まあ、おおよそ、4倍近いダメージをね、何も積んでない状態で与えて、グレネードのダメージも 200% 上がってっていうので、もうなんか、終わってます、このゲーム。でね、さっき言った通り、これでね、使ったコインの 30% は返されて、で消耗するたびに全ダメージを上げるんで、どういうことかっていうと、そのまま次のステージに行って自動的に使われるよりも、今ここで全額使った方が、まあ高くできる、高くというか、まあお金をね、まあセーブできるというか、この効果が大きくなるという、非常に素晴らしいね、あれはあります。あ、危機一髪来た。これでもう致命的な呪いで減ってしまった HP はもう実質デメリットじゃなくてとじゃないようなもの。ダチョウライダー、私ダチョウなんで取ります。いいね、いい感じ。いきます、これがラスボスです。やはりフルパワーではないからまだ硬い。本来はもっと早く死ぬドラゴンボーイが、ただそれでも今持ってるものは強くてしょうがないから、ほとんどのラスボスの攻撃パターンを見ることなくこのボスは死にます。はい、ありがとうございました。まあこんな感じでね、非常にやってることがバカなゲームなんで、なんかセールとかでね、Steam のセールで1300円とかになったりするんで、まあパッてやって友達とかね、4人でもできるんでね、友達と一緒にゲームやりてーって時にやると割と楽しめるゲームです。なのでまあちょっと軽い紹介みたいな感じで、まだ俺がやりたくなったら適当に別のキャラとか、このキャラね、オボ以外にもね、いっぱい種類がいるんで、また動画に出したいと思います。はい、以上です、ありがとうございました。まあなんかあんまりね、あんましねっていうか、ちょっとずれてねちょっとお前、ちょっとあ、ずれてます。はい、キャプチャーずれてました。ほとんど下の数値見れてなかったね、アホだね。まあこんな感じで俺もまた松井塾にいろいろ顔を出していきたいと思ってるんで、よろしくお願いします。はい、まあ忙しいのは一段落したんでね、3月中にはなんかもっといろいろできたら嬉しいです。じゃあ、さよなら。バイバイ。どいどい。チャンネル登録とかしたかったらするといいよ。じゃあ。